でもさ、キャンプするのって久しぶりだよね。あ、そうだね。なんだ？でね、朝霧が晴れて起きたらみんな河原で寝てるわけ。何が起きたか誰も覚えてない。記憶が消えてるの？そう。で、いなくなったやつも結局自分で山に入っちゃったんだろうってことになった。でも本当はそれはバンニップの仕業だったんでしょ。もう、なんで君は一番美味しいとこ持ってくかな。それこの前も女の子たちに話してたじゃん、記憶を食うバンニップの話って。そりゃお近づきになるにはこの手の話が一番だからね。記憶を食うバンニップか。一体いつからだろう、記憶を消すたび痛みが私の中に降り積もる。記憶を消した人たちのために私は祈る。もちろん私はあの噂話のバンニップとは違うけど、でも私が初めて記憶を消した少女、彼女の身に起こったこと、私は忘れるわけにはいかない。自分の名前いい加減に覚えろよ、リコ。呼んでるよ、お兄ちゃん。またかよ。学校終わったらまっすぐ家に帰らないと、おばさんまた心配するだろう。こんなのバカ書いて、見たことのあるもの書けって言われたんだろう。見たもん。カオルちゃん、リコちゃん。あ、さとみね、おかえり。こんなところで何してるの？お父さんとお母さんの声が聞こえるんだってさ。いくら事故で死んだって教えても聞かないんだよ。仕方がないでしょ、記憶がないんだもん。事故の時の記憶は俺だってないけどさ。でもいい加減現実を受け入れないとな。
俺これから友達と野球する約束だから。はい、リコ、さとみね、じゃあ。カオルちゃんは慣れたみたいだね、新しい学校。チェコじゃないの。ん？お父さんとお母さんね、化け物になっちゃったの。化け物？バンニップ。ビースト化した両親に襲われ、自らもビーストのダイナーに囚われた忌まわしい記憶。それだけを消すはずだった。ところが彼女は事件に遭う前の記憶を全て失った。自分の名前さえも。そしておぞましい事件の記憶だけが残ったのだ。ビーストに囚われたことが何らかの影響を与えたのか、原因は今もわからない。ここ1ヶ月の間に7件キャンプ場で人が失踪するという事件が起きている。ビーストの可能性が考えられるが、生き残った人々は皆襲われた記憶がなく、ビーストであるという確証がない。記憶がないんですか？そうだ。でもビーストなら振動波がキャッチされるはずでしょ。事件現場はいずれも深い霧に包まれていました。この霧がビースト振動波を妨害していた可能性があります。衛星からの観測データによると、事件現場から半径500メートルにわたって発生していた霧は自然現象とは考えられないそうです。さらにこれもまだ確証は持てませんが、襲われた人々が記憶をなくす前、彼らを誘うような呼び声を聞いたという証言もあります。呼び声？捕食のために人を誘う音波を発してるのかも。リコ、リコ、あなたはリコよ、リコよ。溝呂木信也が生きていた。ええ、地元警察が職務質問をしようとしたところ、振り切って逃げたそうです。問題は彼が現れたのがナイトレーダーのミッションエリアのすぐそばだということです。もしかしたら山に現れたビーストも溝呂木の仕業。それはどうかな。
彼が力を使った気配は感じられませんでした。ひょっとすると彼は力を失っているのかもしれない。みぞろぎろ、あれだけの戦いの後ですからね。それなら結構、捕獲部隊を送ります。さらに周辺の町には万が一に備えて MP を待機させましょう。衛星からの観測でエリア8、ポイント500付近に濃霧が発生していると報告がありました。霧の組成はビースト振動波を反射すると判明。やはりビーストが中に隠れている可能性が高いと考えられます。それじゃあ出動ね。待ってください。まだどんな敵か分かりません。まずは和倉隊長、西条副隊長、それに顧問隊員の3人で予備調査を行ってください。石堀隊員と平木隊員はコマンドルームで現地からのデータ解析をお願いします。万が一霧の中でビーストに遭遇した場合は特殊光弾を撃ってください。周辺の霧が少し晴れて振動波がキャッチできるはずです。霧を全て払ってしまう方法はないのかしら。現場から約3キロのところに町があって多数の目撃者が出る可能性がありますよ。それに霧という隠れ蓑をなくした場合ビーストが町へ向かうことも考えられる。ともかくまずはターゲットの確認をお願いします。わかりました。内顧問行くぞ。了解。おいしいぞこれ。ありがとう、はい、どういたしまして。はいよ、バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい。え、今からですか。でも私はミゾロギが現れたの。至急エリア8ポイント510で合流して。神社があるでしょ。あそこには鬼が住んでたんだよ。鬼なんていつの時代の話だよ。はあ、かおりちゃんはすっかり大人になっちゃったのね。つまんないの。なぜ逃げている。俺は一体
ナギ、聞こえるか？チェスターから位置を追跡して随時こちらに報告してくれ。了解。現在霧の中心には顧問隊員がいます。そこから約1キロ。隊長、隊長、到着しました。各員、万が一みぞろぎを発見した場合にはすぐに連絡して。はい、はい、クラスの子たちに聞いたんだけど、知らないって。あの子は莉子のやつ、どこ行っちゃったんだろう。もしかして、カオルちゃん、いない。これ莉子ちゃんの。なあ、なぜ今回ビーストが目撃者の記憶を消すと思う？何急に。多分学んだんだよ、メモリーポリスのやり方を。学んだ？ああ、それが自分の存在を隠す方法だと知ったんだよ。連中は我々との戦いを通じて確実に進化してる。記憶がないのか。うん、一緒だな。山から呼ぶ声がする。ビースト振動波キャッチ。Yeah!
ルトラマン。コモン！隊長！大丈夫か？はい。チェスターに戻って奴を攻撃するぞ。はい。大丈夫か？イゾロギ。あの子は。リコちゃん。ミゾロギ、生きていたのか。ミゾロギ、その子を離せ。ミゾロギ、ヒミヤはどうなった？ヒミヤも生きているのか？ヒミヤ、ミゾロギ、一体誰だ？教えてくれ。俺は一体誰なんだ？ミゾロギ、お前まさか記憶が。ミゾロギ、リコの声が聞こえなかった？え？リコー！リコー！リコー！チェスターの音。ミッションが始まってるんだ。ファイヤー！
シリアシ、山中にミゾロギシニアが現れました。ミゾロギが生きてたんですか？ミゾロギに対してはすでに捕獲部隊が向かっています。捕獲部隊が？ミゾロギのことを知っていたんですか？詳細は後で松永管理官に聞いてください。今はビーストの殲滅を最優先してもらいます。いいですね、西条副隊長。ソロギ、どこ行った？町へ戻って。でもリコが。それは警察に任せるの。そのためにも町に戻らないと。あの、お姉さんはこの山の中で何してたんですか？私も人を探してたの。君は一刻も早くミゾルギを捕獲してください。彼の力に関しては未だ不安要素の息を出ていないのですから唯一残っている記憶が両親が化け物になった後のことだけか。うん。多分お父さんとお母さんは化け物になる前に殺されたんだ。ひどいことする奴がいるもんだ。さっきの人、お母さんを撃ったの。でも多分助けに来てくれたんだと思う。あいつ俺を知っていた。俺は一体寒い。カオルちゃん、救助隊の人が来てくれたんだから、あのお姉さんの言う通り町に戻ってリコちゃんのこと待とう。僕許さない。お前は一緒に許さないから。顧問隊員、どうして僕のことを？私、メモリーポリスの野々宮瑞穂です。何ですって？莉子ちゃんの記憶が？莉子ちゃんにまたメモレーサーを使うようなことになれば、今度は一体何が起こるか。だから絶対に彼女にビーストを目撃させたくないの。カオルちゃんも納得してくれました、町へ戻るって。
リコちゃんのことは僕に任せて。必ず助けてみせる。うん。あいつは？わかんない。覚えているんだね、僕のことを。でも信じてほしい。僕は君たちを守ろうとしたんだ。この声を分析したんだが、どうやらこれまで他のビーストが捕食してきた人間たちの声らしい。人間たちの声？でもどうやってそんな情報を？ビースト振動波だよ。おそらくビーストは振動波で戦いの情報を伝え合ってるんだ。ビースト振動波確認。石森隊員、平木隊員、出動してください。こいつ町に向かう気か。ウルトラマンとの戦いで霧を分泌する器官が壊れたようです。自己再生を図るため町に向かって一気に人間を襲うつもりでしょう。チェスターで上空から攻撃、町への侵入を阻止してください。了解。ナギ、正面から攻撃だ。了解。怪我はない？カオル君たちは？サトミちゃんの家でリコちゃんの帰り待ってる。コモンです。コモン、すぐに合流しろ。ビーストが町に向かってる。チェスターガンマン到着しました。チェスターベルタ、コモン合流しました。よし、各機ハイパーストライクフォーメーション。了解。了解。了解。くそ。
カちゃん、ちょっとここで待ってて。を守るために僕は今できることをするだけだ。カオル、リコ、もっと近づいて。よし、撮るぞ。二人ともよく眠ってる。疲れてんだろ。でも楽しかったわ。また家族4人で来たいわね。Thank you.
また聞こえるのか？もう聞こえない。行こう、行こう。うん。お兄ちゃん、私はリコだよね。うん。ふぃー、一人で待ってもらって。どこにあるのでしょう。レンは戦っていた。ラファエルはまだか。レンがデュナミストになった意味は何だ。シュレ